おはようございます。カウパパでございます。寝坊しちゃいましてね、6時に起きる予定が今7時半ぐらいかな、そんな感じで、いやー寒い、去年はですね、朝起きたら雪の中と、そんな感じだったんですが、今日も寒いっちゃ寒いですね。めっちゃくちゃ寒いですね。ちょっとね、朝はねテンション上がんないんで、適当になんか食ってですね、今日は撤収したいと思います。ちなみにですね、テントの中なんですが、今までテントの中あんまり紹介したことないんですけど、一応ついでなんで、昨日はマイナス8度ぐらいまで、行った感じですね。時計の温度計でマイナス8度になってました。とにかく寒かったんですが、ただシラフの中入っちゃうとね、もう全然そんなことなくてですね、ちなみにこのシラフですけど、これはモンベルのですね、スパイラルダウンハガーですね。ちょっと古いモデルなんですけど、スパイラルダウンハガーの2番ですね、限界温度がマイナス15度というやつです。これのおかげでですね、もう全然寒いという感じはなかったですね。あとこちらの赤いカバーがですね、同じくモンベルの、シラフカバーで、ハイドロブリーズじゃない、なんだっけ、これもゴアデックスみたいなですね、そんな透湿素材でできてるやつです。そうは言ってもですね、内側は結構こう結露というか水分がこう出てますね。シラフから逃げた、水分多少こう湿ってます。で、枕はですね、枕普通の普通というか、イスカのですね、ノンスリップピローですね。こんな感じで後ろがですね、イボイボになってて、これは滑らないですね。あとインフレータブルのマットがですね、これどっか忘れちゃったけどロゴスかなんかの安いやつ、それとこの銀色のがですね、100均で買ってきたマットです。これは貼り合わせで使ってます。大体こんなもんで、マイナス10度ぐらいまでは大丈夫じゃないかなと。大丈夫と言ってもですね、肌に触れてる部分はめちゃくちゃ寒いんですけど、潜っちゃえば全然問題ありません。そんな感じでですね、シラフ関係の紹介でした。おー、湧いてきた。モーニングコーヒーです。うまいな、この最初の一杯がね、いいんだよねこれ。今日のね朝飯は、すごい安かった、ベーコンです。ベーコンとあと卵、あと厚切りのパンと、こんなシンプルな朝飯を作ってですね、食べたいと思います。サビサビサビ、
いい匂い。卵。卵はダブルです。そうね、これでいいや。おお、いいね、いいんじゃない。できましたね。トロットロ。おお。このフライパンはね、まあこれも道具紹介で一回動画にしたんですけど、キャプテンスタックのね、一番安いフォールディングのフライパンなんですけど。すごいんですよね。全然焦げつかないんですよね。まあこれぐらいで焦げついてもしょうがないんですけど、まあこれがねすごい重宝してます。すごくいいです。よいしょよいしょよいしょ。おお、うまくいった。すごいね、綺麗に汚れ取れちゃうんですよねこれ。まあちゃんと洗いますけどね。さあ、できました。パンはね、僕はあんまり焼かないんで、まあ、このままガブッと、今日ね、塩コショウは、まあ、最初に話した通りですね、調味料関係一切忘れてますんで、味気ないかなと思うんですが、これベーコンがね結構しょっぱいですから、まあこう卵と絡めてちょうどいいぐらいかなと。どれどれ、いただきやーす。あ、うまい。あのね、塩分ちょうどいい。厚切りのパンに、まあ、ベーコンとか卵ね、これを乗っけて食うって、いい年下親父が言うのもなんですけど、ラピュタのパズーが洞窟の中で食ってましたよね。なんか僕はあの映画大好きなんですけど、まあそんなのをですねちょっと連想させる、まあこんな感じなんですが、すっごい、これはこれでシンプルですけど、すごいし、やっと撤収終わりました。今ですね、9時50分になっちゃった。それではですね、楽しかった一晩のキャンプでございますけど、この辺で撤収したいと思います。皆さんそれでは、どうもありがとうございました。